様お帰りなさい。お帰りなさい。疲れた。この千曲川ハーフマラソンのテーマソング、その先の未来へ、聴いていただこうと思います。聴いてください。鼓動が聞こえる私の手、私の足、君の声。賞状、ハーフマラソン男子総合第1位、利根川博男様、記録1時間14分1秒。あなたは第3回千曲川ハーフマラソンにおいて、自己の健脚を遺憾なく発揮し、当初の成績に輝きましたので、その栄誉をたたえ、これを称します。平成29年5月21日、第3回千曲川ハーフマラソン実行委員会、会長、荒木大学くん、おめでとうございます。賞状、ハーフマラソン男子総合第2位、田中明弘様、記録1時間14分36秒、以下同文であります。おめでとうございます。賞状、ハーフマラソン男子総合第3位、矢島雄平様、記録1時間14分48秒、以下同文でございます。おめでとうございます。賞状、ハーフマラソン女子総合第1位、伊藤恵里選手、記録1時間25分21秒。あなたは第3回千曲川ハーフマラソンにおいて、自己の健脚を遺憾なく発揮し、当初の成績に輝きましたので、その栄誉を称え、これを称します。平成29年5月21日第3回千曲川ハーフマラソン実行委員会会長、岡田昭雄大野君、おめでとうございます。賞状、ハーフマラソン女子総合第2位、根本かなえ選手、記録1時間25分、あ、27分36秒、以下同文、おめでとうございます。第3位、野崎かえ選手、記録1時間36分41秒、以下同文でございます。おめでとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。お世話になっております。今戸倉の白鳥園の前に行って、はい、ハーフマラソン終わったところなんですけども、はい、無事表彰式が終わりました。はい、ありがとうございます。上位入賞ということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。遠いとこから来られたということで、はい、自己紹介お願いします。はい、埼玉県から参りました根本かなえと申します。埼玉県、はい、川口、遠いとこから来られたんですね。はい、今年で何回目ですよか。初めてです。初めて、はい、今年はなぜそれ選んだんですか。今年はなんか去年とかは3月の開催だったみたいなんですけど、はい、今年ちょうど5月で、あの軽井沢ハーフと迷ったんですけど、はいはい、去年軽井沢参加したので、今年はあの千曲があって、ちょっと名前もなんか文学的な感じがしてよかったんで、はい、出てみました。まあ、普段からマラソンやってらっしゃるんだと思うんですけども、はい、まあ、上位入賞ということで、はい、
感想はどうでしょうか。コースとしては、コースはすごく比較的もうほぼフラットで、まあ、若干上りとかがあったんですけど、全然あのフラットですごく走りやすくて、応援とかもあの聞こえたのであの頑張れました。自分のコンディションとしてはどうなんでしょうか。コンディションはちょっと最近ちょっと忙しくて、20日間ぐらいあのジョギングとかしかもうあんまり距離も走れてなくて、なんかいきなりだったんですけど、すごくいい刺激になりました。上位入賞ということで、はい、まあ、大変おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今後の目標は何かあるんでしょうか。目標は、ハーフのベストが、まあ、今1時間23分台なんですけど、まあ、1時間20分を切るのが目標です。1時間20分、はい、今日は何分だったんですか。今日27分もかかってしまったんですけど、ちょっと途中でたった何分のようだけど、はい、なかなか暑い壁なんでしょうか。はい、そうですね、はい、今日は本当にあのコンディションをちゃんと整えられなかったので悔しいです。ありがとうございます。じゃあ今後とも、はい、あの頑張ってください。あ、はい、ありがとうございます。頑張ります。どうもありがとうございました。お世話になりました。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。ただいまあの白鳥園の前で、はいはい、表彰式無事終わったところなんですけども、はい、どちらに来られたんでしょうか。愛知県の名古屋から来ました。簡単に自己紹介お願いします。はい、よろしかったらお名前お願いします。伊藤恵里と申します。伊藤さん、はい、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。1位ですよね。はい、ってことは日頃からやっぱりマラソン、ね、お呼び出しを申し上げます。日頃はゆっくりジョギング、ゆっくりジョギング程度ですが、筑波市野田川からお越しの竹下様。今日のコンディションはどうだったんでしょうか。今日はさすがにあの朝の天気予報を見たら、はい、もうなんか熱中症に注意するような30度超えって聞いてたんで、まあ、レースも暑さとの戦いで終始もう暑くて暑くて、給水はしっかり取りながら走りました。ベストコンディション的にはどうなんでしょうか。ちょっと今日はマラソンやる気候ではないと思いながら走ったんですけども、このなんていう千曲市の自然いっぱいな景色に癒されながら気持ちよく走れました。普段からそういった方々、こういったマラソン出てらっしゃるんでしょうか。そうですね、普段から遠征してマラソン旅行がてら、はいはいはい、来てます。マラソン旅行がてら、はい、今回温泉、この辺温泉街ですかね。そうですね、うん、みたいなんで温泉に入りがてらってことは連泊されたんですね。そうです、はい、じゃあ昨日 の、まあ、あの様子とか下見とかされたんですかね。コースとか昨日は若干コースを走りました。はい、なるほどなるほど。あとなんか温泉がたくさんあるなって思いながら。そうですか、温泉とマラソンでなかなか。そうですね、やっぱ走って疲れるんですけど、やっぱ最後は温泉に浸かって、じゃあこの後もう一度、はい、温泉に浸かってゆっくりしたいと思います。ぜひあの、うん、この千曲川はハーフマラソン、うん、来年も来ていただきたいと思いますが、はい、はい、来年も必ず参加してまた優勝したいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。